皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。それでは問題です。この回路は何の回路でしょう。残念。正解ですね。この3つのボタンは先に押したところの LED が点灯します。まあこんな簡単な回路でですねできるって不思議ですよね。というわけで今回は PUT ってどんな部品ということでお届けしたいと思います。 PUT、まあ、略語ですね。プログラマブルユニジャンクショントランジスタという名前が正式な名前です。このタイプの部品は他に SCR とかいろいろありますけども、今回はこのような形の PUT に関してお伝えしたいと思います。これ当然秋月で売ってますよ。記号はですねこんな風に書きます。名称はアノード、仮想度、そしてゲートとなっています。アノードから仮想度に向けて、シンボルとしてはダイオードなんですけども、そこにですね、このように斜めにですねゲートの線が出ているという形になっています。実はこちらの仮想度側にゲートが出ているタイプもあります。皆さんもですね PUT で調べていただければですね詳細な情報ウェブにたくさん載っかっています。ざっくりですね構成的には内部構成はこんな形になっていますね。ここをアノードというふうにしますとこちらが仮想度で、そしてここがゲートですね。仮想度ですね実はスペルでは C で始まるんですけども慣例的に K を書くことが多いですね。どのドキュメントでもおそらく K っていうふうに書かれています。トランジスタの基本が分かっている方はこの回路を見てなんとなく想像がついたんじゃないでしょうか。こちらのゲート、このような PNP のジャンクションのトランジスタのベースにつながっているわけですよね。そしてこのゲートからですねこちらの方にほんの少しだけ電流を取り出しますとね、ここにエミッターベース間の電流が流れるわけですね。そうしますとトランジスタですからこのエミッターからコレクターに向けて、大きな電流が流れるわけですね。単純に HFE 倍の電流が流れるわけです。そうするとこの電流はですね下側にある NPN のトランジスタをこのようにオンすることになっていくわけですね。このトランジスタがオンしますとですねこの下のトランジスタのコレクターエミッター間に電流が流れます。そうするとほんの少しゲートに電流を取り出すと、あとはですねこちらのゲートを下のトランジスタが思いっきり引っ張ることになるわけですね。最終的にこのようにですね電流が流れていくということになるわけです。こうなりますとねもうお分かりですよね。これアノードと仮想度導通したままですねもう復帰することはないんです。一度オンになってしまうとですね誰も止められないという話になるわけですね。ただしここのですねエミッターベース間に電位が 0.6V あるわけですね。そしてこちらにもですね 0.6V 当然あるわけです。そういう意味でですねこのアノードと仮想度間、オンした状態でもですね 1.2V ほど電圧があるというところがポイントかと思います。元の状態に復帰させるためにはこのアノードの電圧と仮想度の電圧をこのトランジスタが両方ともオフになるような電圧まで下げれば元に復帰するわけですね。最近はですねあまり使われなくなってきているんじゃないかと思います。 SCR とペアにしてですね大きな電力のスイッチングをするために使われていたりしますよね。
まあ、今回はですね、こちらのシンボルを作って中のモデルをですね、ウェブから参照していきましょうということですね。まあ、それではですね、早速オンセミさんからこの 2N6027 のモデルを引っ張っていきましょう。オンセミさんのページに行きますね。 URL は概要欄に記載しておきます。まあ、そしてサーチのところでですね、型番を入れてください。まあ、検索の結果にですね、まあ、多分トップにこのようにライブラリーモデルフォア 2N6027 というふうに出てくるんじゃないでしょうか。まあ、人によってはですね、この順位に違うかもしれませんけど、このようにライブラリーがありますので、これをクリックしますとですね、ここに書かれています 2N6027、まあ、これの .lib というファイルがダウンロードできますので、これを作業フォルダーにコピーしてください。まあ、そしてですね、こちらのシンボルはもうすでにこのライブラリーがあるということを前提に組まれています。まあ、少し確認してみましょうか。コントロールキーを押した状態で右クリック、そしてこのシンボルをクリックして、さらにですね、こちらからエディットアトリビュート、ここですね、これで開きまして、まあ、一番下にスクロールしますと、まあ、このようにですね、 2N6027.lib というようにですね、モデルファイルにここを記述していますので、このシンボルを使いますとですね、まあ、このライブラリーを探しに行ってくれるわけですね。まあ、先ほど簡単に説明しましたけども、まあ、そのことをですね、こちらでシミュレーションで確認してみたいと思います。まあ、こちらにですね、ダウンロードしてきたモデル、まあ、そしてですね、こちらにトランジスタで書いたもの、まあ、これ2つを比較しながらということになりますね。まずですね、このゲートに抵抗を入れて 5V を加えているわけですね。まあ、ですからアノードとゲートは今は導電位です。まあ、こちらのトランジスタの回路はですね、それぞれ同じところからネットでつながっていますので、全く同じ回路が2つあるようなイメージですね。まあ、そしてこのゲートに入っている電源の電圧を 5V から 4V に向けて、まあ、少しずつ下げていくと、まあ、このアノードの電圧はどうなるかというふうなことですね。まあ、トランジスタで組んでいるものは TA、TG というシンボルを振っています。まあ、シミュレーションの結果はこのような感じですね。まあ、非常にシンプルですね。この R1 の電流を見ていただけると分かるんですけども、これそもそもマイナス61マイクロアンペアというふうに流れていますね。マイナスっていうことはですね、こう電流方向こちらですので、逆方向このように流れているということですね。つまりこのトランジスタの回路で見ますと、まあ、こちら方向にこのトランジスタのコレクターエミッターに漏れ電流として61マイクロアンペア流れているということを指し示しているわけですね。そしてこちらのゲートの電圧がどんどん下がっていきまして、まあ、このあたりですね、 4.7V あたりになってきますとですね、漏れ電流はほぼゼロになって、まあ、さらにゲートの電圧が下がりますと、まあ、急激にですね、この PUT がですね、オンをし始めるわけですね。ですからこちらのアノードの電圧は 5V から急激に下がってくるわけですね。まあ、オンした電圧はですね、 0.7V あたりまで下がってますね。まあ、こちらの上のトランジスタがオンをすると、まあ、このエミッターコレクター間の電圧は割と低いんですが、下のトランジスタのベースとエミッター間の電圧が 0.7 ぐらいありますので、まあ、こういった電圧がここに残っているということになるわけですね。下2つはこちらのダウンロードしてきたモデル、そして上2つはですね、こちらのトランジスタで模したモデルということで、見てみますとですね、いずれも差して差はないですよね。こちらの内部構造がこんな風に表現できるということがよくわかりますよね。
まあ、そしてこの PUT の代表的なアプリケーションはこのような形で発信回路ですね。ウェブググりますとほとんどのページこの紹介になっていますね。いわゆる視聴発信回路という回路ですね。まあ、これなぜ発信回路になるかシミュレーションしてみますとすぐわかりますね。まあ、このような形です。ここのアノードの電圧の動きを見ますと分かりやすいですね。まあ、パワーオンからですね、こちらのコンデンサー、このコンデンサーに電荷がチャージされていって、ある電圧になりますと、まあ、つまりこのゲートとアノード間の電位差がある程度になりますと、まあ、このように急激に PUT がオンするわけですね。まあ、そして C1 はですね、こういう方向でディスチャージされるわけですね。その時の電圧がここからアウトとして取られていて、下のグラフのようになっているわけですね。まあ、今回は冒頭でお見せしました早押しボタンの回路を挑戦してみました。このような回路になっています。こちらのスイッチはボタンですね。今ここ回路はですね、2回路分しか入っていないんですが、ブレッドボードではこのままこの部分をですね、もう1個コピーして3回路にしているわけですね。まあ、そして一番右側はリセットをするボタンですね。回路の動作はとても簡単です。まあ、まず2つの PUT のゲートの電圧、ボタンが押された時にですね、こちらの 5V の2分の1の電圧 2.5V になるように抵抗を設定します。このボタン押されますとね、グラウンドにつながりますので、ここ 2.5V になるわけですね。まあ、そして押してない時はこちらのプルアップとしてここは 5V になっているわけですね。まあ、そして LED なんですが、 LED は何個でもこの回路を複製してですね、横につなげられるんではないかなというふうに思っています。で、この LED に流す電流はですね、この抵抗で決められてしまうわけですね。まあ、次にですね、 LED が点灯しないレベルの小さな電流をちゃんとここに流してあげて、LED のこちらの仮想度側の電位をですね、ちゃんと決めてあげるっていうポイントがあります。まあ、ですからここに51キロがついているわけですね。まあ、このように仮想度側を51キロでグラウンドに落とします。このスイッチを押した時、ここ 2.5 ボルトになりますよね。まあ、そうしますとここの電圧はですね、 5V からこの LED の VF 分だけ下がったところですから、まあ、3V ぐらいにあるわけですね。まあ、その状態になりますと、アノードが高くてゲートが低いという状態になりますので、ゲート電流が微小に流れ始めるわけですね。まあ、そうしますとこのアノード仮想度間がオンするわけですね。で、電流がこのように流れていって、でこの LED が点灯するわけです。で、この LED が点灯しますとですね、ここの電圧は、まあ、こちらの PUT の 0.7V、 そしてこの LED のおおよそ 1.7V から 2V の電圧、まあ、その2つを足した電圧に下がってしまうわけですね。まあ、2.5V から 2.7V ぐらいでしょうかね。まあ、その状態になりますとですね、こちらのスイッチを押しましても、こちらのアノードとゲート間に十分な電位差が取れないわけですから、まあ、この PUT は決してオンすることはないわけですね。まあ、ですからどちらか早く押した方の LED が、例えばこちらだとしますと、一旦ついてしまいますとですね、もうこちら側はどんなに押しても点灯しないという状況になるわけです。まあ、その状況から復帰するには、今までお話ししたようにこのアノードの電圧を取り去ればいいわけですから、こちらのリセットのボタンを押すわけですね。そうしますとこのラインは 0V になりますから、リセットがされるというふうな流れになります。シミュレーションしてみましょう。まあ、このようにですね、たくさんグラフが出てきているんですけども、まあ、こちらの電源はですね、このボタンを押すための電源ですね。まあ、そして今はですね、こちらの1番のボタンが早く押されたという状況で、
この D1 だけに電流が流れて、まあ、他には電流が流れていませんよっていうような状況ですよね。いかがでしたか PUT。 面白い部品ですよね。皆さんのアイディア次第でいろんなことを考えられそうですよね。まあ、ぜひ皆さんもですね、ブレッドボードに差し込んでいろいろ考えてみてください。今日はここまで。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。